虹の橋。この橋は自由の境界線だったんだ。遠くを見つめて孝一おじいさんは話し始めました。今から約100年前、日本からカナダに渡った人たちがいます。みんなたくさんの希望を持って新しい夢を探しに行ったのです。しかしそこは海の向こうの国。よそ者の日本人たちは受け入れてもらえませんでした。辛く苦しい暮らしの中、大人たちは子供に何か夢を与えたいと思いました。そうだ、日本人だけで強い野球チームを作ろう。こうして後にカナダ野球界の歴史に名を残した伝説の市民野球チーム、バンクーバー朝日軍が生まれたのです。それを知ったとき、孝一少年は目を輝かせました。僕も朝日軍で野球がしたい。真っ暗な穴の中から見上げた空に、ようやく見つけた一筋の光。彼の心は羽を広げ、高く高く舞い上がってゆきました。そう、野球は子どもたちの希望の光となったのです。遠く離れた国でも、日本人たちは侍魂を忘れず、正々堂々と戦いました。そうして厳しいテストを受けて入団した孝一少年が大人になる頃には、朝日軍はカナダで一番強く、みんなに尊敬されるすごいチームになっていました。しかしそれは長くは続きませんでした。ある日、戦争がやってきたのです。カナダに住む日本人は、それまで頑張って手に入れたものを何もかも失うことになりました。持っていける荷物はカバン2つだけなんよ。孝一さんはお母さんと共に育った町を追われ、山奥の収容所に連れて行かれました。カバンの中に大切なボールとバット、グローブを忍ばせて、うちの中につららが生えてきたよ。そこは息も凍る寒い寒い場所。でもいいんじゃ、僕には野球がある。孝一さんはくじけることなく野球を続けたのでした。そんなある日、僕も野球が大好きなんだと真っ白な歯を見せて笑う一人のカナダ人、監視役のダウリングさんでした。二人はすぐに仲良しになりました。だって二人には同じ夢があったから。孝一さんはこう言いました。よかったら僕たち日本人のチームと、あなたたちカナダ人のチームで野球の試合をしませんか。しかし時は戦争中、日本人が暮らす収容所とカナダ人が住む町の間には大きな川が流れ、橋がかかっています。そこは自由の境界線と呼ばれ、日本人が越えることは許されていませんでした。ダウリングさんはみんなを説得しようと街を走り回りました。日本人は悪いやつじゃない、僕たちと同じ人間なんだ、野球をすればわかる。その気持ちは街の人たちにも伝わりました。日本人たちは境界線を越え、野球の試合ができることになったのです。みんなが野球を通じて心を通わせ、街には笑い声があふれました。ありがとう、ダウリングさん。孝一さんはダウリングさんと固い握手をしました。二人を隔てるものはもうない、本当の友達です。それから時は経ち、孝一さんもおじいさんになりました。
今でも心に浮かぶのはダウリングさんのあの笑顔。何も言わなくても心の声は伝わってきます。もし君が傷ついて泣きそうになったりダメになりそうな時には、僕はこの大きな川に身を横たえて橋になろう。そうすればきっと君は明るい未来に向かって旅立つことができるだろう。だって君は僕の永遠の友達。今でも橋は収容所のあったリルエットの町にかかっています。もちろん自由の境界線はもうなくなりました。かつて日本人とカナダ人の心をつないだ虹の架け橋を、今は誰もが自由に行き交っているのです。When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll try and go.I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubledI will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when the evening falls so hard, I will comfort you. I take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over trouble. I will lay me down like a bridge over
sail on, silver boy. Sail on, boy. Your time has come to shine all your dreams on the way.No, no, 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 no,